こと悲しきは、悪魔ごときでは君は止められぬという事実よ。君が遥かに格上であったか。悪魔を呼び出し、そして退治する、狂ったデキレースだ。そんなことをするとは、何が正義だ。恥を知れ。人間とはまことに愚かであり、わがままな生き物であるゆえに、一度は地獄を味わう経験をせねば、神の存在を認め感謝をすることすらないのである。まったく悲しい、皮肉な運命。まあそんなことはどうでもいい。とりあえず例のあれを返してもらおうか。ヤマトか。だが貴様に私は知れない。なぜなら私がここにいるから。確かにそれもそうだな。そいつは悪かった。さて始めるか。噂に名高い天使様とお目にかかれた上に戦える、こんな幸運そうそうねえさ。なぜ ここまでの力の差がある。お前が人間をやめたからさ、簡単だろう。お前も人間じゃないくせに何が違うというのだ。人間ってのは弱っちい。そう思ってるようだが、それは大きな間違いだ。悪魔よりずっと強い力がある。何それは。なんだ。頼む、今後の参考に教えてくれ。研究の続きはあの世でやりな。俺からの宿題だ。そして残るは沈黙のみ。ってな。